ウィリアム一世は、ノルマン朝の初代イングランド王。イギリスでは、ウィリアム征服王の名で呼ばれることの方が多い。また、諸子王とも呼ばれる。ノルマンディ公でもあった。イングランドを征服し、ノルマン朝を開いて、現在のイギリス王室の快祖となった。ウィリアムは、英語式であるが、フランス出身であり、彼自身も、周囲の人もフランス語を使っていたため、 むしろ、フランス語式にギオームと呼ぶ方がふさわしいという、見解もある。ノルマン人の支配するノルマンディ地方の君主である、ノルマンディ公ロベール一世の諸子として、フランスのファレーズで生まれた。母は、北西フランスの川なめし職人の娘アルレット。出生のため諸子公ギオームとも呼ばれる。1035年、ギオームは、父から継承者に指名され、 エルサレム巡礼に出発して戻る途中に没死し,した父の後を継いでフランス王の進化であるノルマンディ公になった。若年のため重臣たちとの争いが起こり、1047年にフランス王アンリ一世の助けを得てバルエ・デュヌの戦いで諸公の軍に勝利、領内の安定化に尽力して勢力を蓄えた。1049年にウェッセックス王、 当時のイングランドはサクソン7王国の支配の後、一次レーン人の支配を受けた。1042年には、再びウェセックス王家のエドワード・ザンゲ王がイングランド王に即位した。その地位は、周辺国の微妙な力関係の上に居するもので、四次のいないエドワード・ザンゲ王の後を、周辺国の王や諸侯たちは、腰淡々と狙っていた。ギオームは1052年に、 イングランドへ都会、ザンゲオから王位継承を約束されたとされる。ザンゲオの母エマがギヨームの王叔母であることがギヨームの王位継承権の根拠である。また、ザンゲオはデエン人ンの支配を逃れ、20年余りノルマンディにて亡命生活を送り、ギヨームとは親しい関係にあった。ノルマンディへ帰還後の1053年にマティルダと改めて結婚。 レオ9世の結婚禁止令は1059年になって、教皇ニコラウス2世によって解除され、イングランド王家と縁石を得るに至った。マティルダとの間に、ノルマンディー公ロベール2世、イングランド王ウィリアム2世、ヘンリー1世、アデルなどが生まれた。後に伏線となるカンタベリーのラン・フランクスとも、この頃に出会い、彼をルーアン大司教に任命した。 1063年にルマンとメールを征服、領土を拡大した。翌1064年、ザンゲ王の義兄で、イングランド王家と連なるハロールド・ゴドウィンソンがフランスに渡ろうとして、嵐でナンパ、ノルマンディに漂着した。ギオームはハロルドを艦隊。ハロルドもギオームに、真珠の礼を取り、ザンゲ王キき後のギオームの王位継承を支持することも、約束した。しかし、ハロルドは、 イングランド帰国後に、この約束を破ることになる。1066年1月に、エドワード・ザン・ゲ王が死去すると、ハロルドが名乗りを上げて、イングランド王・ハロルド2世に即位した。その弟とスティはこれに不満を持ち、ノルウェー王・ハーラル3世を誘って、ヨーク東方のスタンフォード・ブリッジに攻め込んだ。ギオームも、エドワード・ザン・ゲ王とハロルドとの約束を掲げて9月28日、 6000人の騎士を含む12000の兵を率いてイングランド南岸に侵入した。両面に敵を受けたハロルド2世は、まずトスティとハーラル3世を9月25日のスタンフォードブリッジの戦いで打ち取ると反転して10月14日にヘイスティングズでギオーム軍と戦った。騎兵を主力とするノルマン軍は、不評中心のイングランド軍に初め苦戦を強いられたが、 敗走すると見せかけて交代し、それを追って敵軍が人権を崩したのを機に反転して、攻勢をかけ、ついに、ハロルド2世を打ち果たした。ドーバー、カンタベリーも落とし、12月に、ロンドンを降伏させた。1066年12月25日、ギオームは、ウェストミンスター寺院で、イングランドをウィリアム1世として退官した。こうして、ウィリアム一世は、 フランス王を進化にして、イングランド王の地位を得た。エドワード・ザンゲ王の、また、おいで、後継者に指名されていたエドガー・アシリングを擁立した、スコットランド王マルカム三世と、デンマーク王スベン二世は1068年に、北部貴族の反乱を支援して、イングランドに侵攻したが、1 0 1年に、阻止、1 0 2年のアバネシーの和役で、マルカム三世を侵入させたエドガーと和解。 イングランド支配を安定させた。ウィリアム一世は、旧支配勢力のサクソン貴族を駆逐して、土地を奪うと、ノルマン人の家臣に与え、同時に戦時への参戦を約束させ、イングランドに封建制度を確立した。王領もイングランド全域の5分の1に達し、五両林の拡大と直轄軍所有で、王権も拡大した。1070年にランフランクスを、 カンタベリー大司教に任命1072年にラン・フランクスがヨーク大司教を従属させようとして生じた争いに干渉しカンタベリー側に課題でしてこれを第一位の大司教と定めイングランド宗教会を参加に収めることにも成功したローマ教皇グレゴリウス7世は世俗君主による聖職者の任命を問題としていたがウィリアム1世は イングランド国内の聖職者に対する国王の優越を主張し、後にイングランドにも序人権闘争が生じるきっかけとなった。エドワード残下王の財務、文書制度は継承したが、国王裁判所の設置などで司法制度も整え、1085年には最初の土地台帳とも言うべき、ゥームズデーブックが作成した。これにより税制度が定められ、同時に、 軍事力も把握された。1086年に、ソールズベリーでイングランドすべての領主を集め、自分への忠誠を誓わせた。この先生は、以後のイングランドをも繰り返し行い、貴族の家臣である陪身も、国王と直接忠誠を誓う義務を負った。1087年、フランス遠征中に落馬して受けた傷が原因で、ルーアンに近いサンジャーベにて60歳で亡くなった。 死因は、マンテの工場船の折、落馬した時に、クラ頭で受けた頭部の傷が原因だった。遺体は、ノルマンディのカーンにあるセントピーターズ教会で、埋葬された。次男ウィリアムは、ウィリアム二世として、イングランド王に即位し、長男ロベールが、ノルマンディ公にジョイされた。後に、ロベール二世は、フランス王フィリップ一世と結んで二度にわたって、ウィリアム二世と対峙した。 ウィリアム一世のイングランド征服の後、イングランドが外国軍によって征服されることはなく、後の王家はすべて、ウィリアム一世の血統を受け継いだ。また、ウィリアム一世の宮廷では、ノルマンナマリのフランス語が使用されたが、時代とともに、現地の言葉と融合し、現代に至る英語が形成されていった。カーンの聖エティエンの修道院にある、ウィリアム一世の墓標をマティルダとの間に十一人の、 子が生まれた。ロベール2世ノルマンディー公、リシャール・ベルネー公、アデリザ、または、アリス・セシリア、または、セシリー・ウィリアム2世ノルマン長、第2代イングランド王アリソン・アデル、ブロア・ハクエ・エティエンヌ2世と結婚。イングランド王スティーブンの母。アガサ・コンスタンス・ブルターニコ・アラン4世と結婚。マティルダ・ヘンリー1世イングランド王権。 ノルマンディコーリシャール2世とユーリトが結婚した1000年の時点ではユーリトの父でブルターニュ公だったコナン1世はすでに没死しておりユーリトの実定ョフロア1世がブルターニュ公を継いでいた母の名については複数の表記があるアーレットやハーリーブなどアルレットの羊についての信頼できる確かな記録はない一般的な伝承では父は ノルマンディー工業内のファレーズ村の川なめし、職人だったという。フルベルの身分については、様々な遺伝がある。アデルの母が、ウィリアム一世と同じくアルレットだったかどうかについては、不確かである。ありがとうございます。